えー、2024年7月7日。 なぜ「現地物語」優雅を原文読み講座を始めたかということを、えー、あのこれから15分程度でお話をしたいと思います。私は船橋の市議会議員で予備校講師といっても、えー、古文ではなくて生物の講師の朝倉といいます。でなぜあの生物の講師である私があのこの「現地物語」の講座を始めたのかといいますとやはり光る君への影響であります。光る君を見て改めてやはり紫しくぶ に感情移入してやはり彼女の書いた原文を読んでみたいというふうに思いまして岩上新社の原文を買ったんですねでこれを読んだところ自分が予想していた以上に面白いし意外に読めるということが分かりましたでその読めるポイントを、えー、と解説してやる講座をすでに6月8日と7月6日の 2回開きまして、まあ、これは6月8日の開催講座の様子ですが多数の皆様にご参加いただきまして、まあ、喜んでいただいたのでそのアウトラインのところだけこの YouTube 動画でこれからお見せしようかなと思っておりますさてまず夕顔ですが54 0ある「源氏物語」の中で第4条です「きりつ壺母木うつせみ夕顔」 でえー、と実は、源氏物語というのは非常にたくさんの登場人物が54条もありますので出てくるんですね。でその登場人物がさまざま出てきてそれが錯綜するのが魅力ではあるんですが解説する上であまり登場人物が多いとなかなか、えー、その全体像を語るのが難しい。しかし第4条までは比較的話が簡単なんです。ということと「ユーガウという物語は あの非常にあのいろんな意味で面白いところがありまして、あの、それ、まあユガ、夕顔が気に入りまして、私、解説をしております。で、えー、そのことを、これから実際に、夕顔、えっ、ー、と、 解説資料はこの、これを参考にしながらも、おじり座の資料を作っておりまして、でそのおじり座の資料をこれからお見せしますが、30ページ作っておりますで。そのうち1ページ分だけ、どのような形で解説するかを紹介しながらあの、えー、ご案内したいと思っております。さて、 えっと、これから、夕顔の冒頭の部分を、1分30秒分を あの原文朗読して、えー、あをおききいいいたただきたいと思いますでこれは音声ソフトに読んでいただいたものなので,、えー、であの古文に繊細に対応したソフトではないので完全に正確ではありませんがぜひ一回その味わい深い冒頭をお聞きいただいた後に私の注目点を語りそしてその上でもう一回お聞きいただきどのように感じるかをお感じいただければと思います。 六条あたりのお忍び歩きの頃、大理より、まかで玉船かや鳥に、第二の目のとの、いたくわずらひて天になりにける、トブラハムとて、五条なる家人ネてを走したり、見車入るべきもんはさしたりければ、ひとして、これみつ、目させて、待たせたまひけるほど、難しげなる王子の様を、見渡したまへるに、この家の片腹に日、ひがき、トイフモノ新しゅうして、上は、 はじとみ四五剣ばかりやげわたして、すだれなどもいとしろうすずしげなるに、おかしきがくつきの、すきかげ、あまたみえてのぞく。立ちさまよふらむおりつかたおもひやるに、あながちにたけたかき心地ぞする。いかなるもののしゅうへるならむと、やうかはりておもさる。みくるまもいたくやつしたまへり、さきもおわせたまはず、だれれとかしらむとうちとけたまひて、すこしさしのぞきたまえれば、もんわしとみのやうなる。 押し上げたる、見入れのほどなく、ものはなきすまひを、あはれに、いずこかさして、とうもほしなせば、玉の代も同じことなり、切りかけ立つものに、いとあおやかなるかずらの心地よげにはひかかれるに、白き花ぞ、おのれひとりえみの眉あけたる。落ち方人に物申す。とひとりごちたマフを、みずいじんつゆいて、かの白く裂けるをなむ、が顔と申しはべる。 花の名は一目来て、カウアヤシキカキになむ先、わべりける。と申す。 さて、お聞きいただき、どのようにお感じになったでしょうかそれで私がこの原文をどのように解釈、あの解説しているかということをお話したいと思います。じゃあ、あの私が、ね、この講座にあたって紹介した文のです。今、ドラマ光る君へもあり、紫秩部と源氏も長いというの関心が高まっています。しかし、原文をじっくり読めた方はまだまだ少ないのではないでしょうか。有名な冒頭文、いずれの音の時にか、女後 行為あまた、サブライ、玉いける中にを読むときには、学校教育ではえ、受験古文では、サブライ、動詞、連用形、玉まい、動詞、連用形、ける、助動詞、連体形などのように品詞分解をいたします。正確なな理解のためには、えー、必要な こととはいえ、もう一方でこの名著を遠ざける原因にもなってきたような気がします。原文を読むときに、いずれのとかあまたなど、今とあまり変わらない言葉の方に注目すると、えー、文法に過度に変わらず、変わらずこだわらず味わい深く読むことができるのではないでしょうかということで呼びかけました。 それでは私の解説をこの資料でしたいと思います。これあの、先ほど言いましたように、えー、源氏現物語の原文の岩波文庫のものを参考にしながらもオリジナルに作った資料でありまして、河川部が私のオリジナルの解説のところです。さて、えっ、ー、と、この河川部、この資料が、えーえー、有夕顔の全体像を語るために30ページ分あるんですが、そのうち最初の1ページのところを お示ししましたでまず、この太線なんですけど、この太線は今と変わらない、ほとんど意味が変わらない言葉です。これだけキーワードで今と変わらない言葉があると。でこれはすごい感動的なことです。だってあの、現地物語で書かれたのが900年代です。で今、2024年ですから、1000年以上変わってない言葉ですね。 でこれがこんなにあるということに私、えー、読んですごい感動いたしました、えー、古文では変わった言葉の方に力点を置くんですが変わらない言葉というのは千年の寿命があるということを感じていただければというのが私の講座で最も言いたいところですさてで次に、えー、点線なんですがどこ点線は今とちょっと違うんだけど今の言葉から類推できる範囲です 二重線,線のところが、あのまあ、これは今と違う意味で使われていることばで、古文の授業なんかではここを重視します。さてそれではえ実際に、えー、解説をしてみたいと思います。条畳渡り、六畳の宮安のところという恋人がいる渡りというのはあたりです、ね、のお忍び歩き、まあ、これは本当に今の、えー、と同じですね。恋人のところだからお忍びで歩くんです。の 第2、えー、宮中より真っ赤で、まあ、宮中より出て、えー、行って途中の中宿りに、第二の目のと、これ、ウボです。源氏を母乳で育てた母ですね。で、その痛く患いて病気になって今と同じです。天になりに行けると。えー、天になったものをとぶらわこれはあの見舞うという意味ですね。見舞う王として。 6畳の手前の庶民の町である五条なる家を訪ねておばしたりと、見車るいるべき門は差したれば、差した、ね、ればというのは鍵がかかっていたので、入れなかったので、えー、とコレミスという従者を呼んで、えー、それを鍵を開けさせるまでの間、 えーまま、あの道でで待ってたんですねでそうすると、その五条の家、王子の、えーまあ、難しげなるというのは貧しげなとか整備されないという意味で今と今違う言葉ですけど、えー、その王子の様を見渡し、まあ、見渡しは今と同じですね、見渡したまえるに、この家の傍らに、えー、この羽母の家の傍らに、 悲、えー、垣というものを新しくして、上は端とみ、四五軒ばかりあげ渡して、それなども意図しろう、涼しげなるに、おかしき額つき、まああのまあ、美しい顔つきの月影、女性の姿ですね、あまた見えて、このあまたというのも今と変わらないことですが、まあ、今のようにたくさんという意味じゃなくて、何人かという意味です。えー、見えて覗くとで 立ちさまようらむ、立つ方、思いやるに、あながちにこれはかなり背が高い感じがする。と。いかなるもの、こ、まあいかなるもの、これかなるものとも今と同じですね。いかなるものを連ならむと、よう変わりておんぼさると。みくらむ、いたつやしたまえ、つまり貴族であるあの源氏が来たということを悟,悟られないように、わざと車もやつし、身をやつすということで、みすばらしく、えー、していると。 さき、前払いも負わせたまわず、誰かとも知らむと打ち解けたまいて少し差しのぞければ、えー、門は瞳のようなる押し上げたる、見入れのほどもなく、物はかなき、はかなき、まあはかない、これ今とねですね、住まいを哀れに、庶民の絵はあのまあはかないんだなと言いながら、一方で、いえー、なぜいずこか,かさしてというとおもわしなきな すれば玉の代も同じことないでここは非常にあの味わい深い言葉で、庶民の家をはかないと言いながら、実際は、えー、実は、源氏物語は、後の平家物語やあの、北条家につながる無常感が、えー、その背景にありまして、まあ、そうは言っても、玉の代、貴族の上だって、人の,よあの命は短いから、家も短いから、はかない点。 という点で、同じじゃないかとことを言ってます。で切りかけ出ものに糸青やらかなるカズラの高校上げに、えー、まあ、這い描かれるに白き花ずと。つまり、えー、垣根に以降、白い花が腐ってたと。己一人、笑みの眉あけたると。しかたびの芋の申すと、独りごち玉を水いしんついて、えー、まあ、あの、従者がついて、えー、かの白く。 避ける花の夕顔と,と,というのはウリ科の、えー、と植物で貴族たちがすあの好んだ昼顔かの朝顔とは違うんですね。と申し上げると花の色は名は一目きて各怪しき貧しい垣根にナム「なむ先はべりけると申す」という感じで変わらない言葉にも注目しながら読んでみるとアウトラインが分かります。 それでは以上の解説を聞,いた聞かれた上で下線部の言葉に注目しながらもう一回朗読1分30秒お聞きください。最初に聞いた時と比べてさらに味がよく深く感じるのではないでしょうか。六畳あたりのお忍び歩きの頃代理よりまかで玉麩かや鳥に第二の目のとのいたくわずらして天になりにけるトブラハムとて、五畳なる家陣寝てを走ったり。 見車入るべきもんはさしたりければ、ひとして、これみつ、めさせて、待たせたまひけるほど、むつかしげなる王子のさまを、見渡したまへるに、この家の片腹に日、ひがき、といふもの新しゅうして、上は、じとみ四けんばかりやげ渡して、すだれなどもいとしろすずしげなるに、おかしきがくつきの、すきかげ、あまた見えてのぞく。立ちさまよふらむ折りつ片おもひやるに、あながちにたけたかき心地ぞする。 いかなるもののシューヘルならむと、やうかはりて重さる。見くるまもいたくやつしたまへり、先もおわせたまはず、誰れとかしらむと打ちとけたまひて、少し差しのぞきたまえれば、もんわしとみのやうなる、押し上げたる、見入れのほどなく、ものはかなきすまひを、あはれに、いずこかさして、とうもほしなせば、玉の代も同じことなり。きりかけ立つものに、いとあおやかなるかずらの心地よげにはひか,かれるに、白き花ぞ。 おのれひとりえみのまゆあけたる。おちかたびとにものもうす。とひとりごちたまふを、みずいじんつゆいて。かのしろくさけるをなむ、ゆうがおともうしはべる。花の名はなのなはひとめきて、かうあやしきかきねになむさき、わべりける。ともうす。どの 冒頭の1分30秒だけお聞きいただきました。夕顔全体は、えー、アウトラインを押さえるだけでも、この30ページ分ありまして、えー、先ほどの解説の30ページ 場合を講座で解説しているんですけど、そのテーマだけご紹介しておきます。夕顔が含んでいるテーマ、六条の見やすいところと夕顔の対比、そして第2条の母木の天へのしざただめとの関係、そして阿弥陀仏への信仰、出来事に至る伏線を紫地部が文章の中で、例えば鬼などという表現でさまざま伏線を描いているところ、それから を枕上に糸怪しげなる女これが非常に物語が展開していく時のポイントになるんですね。それから恋心とそれからある出来事が起こった時に対する源氏たちの対処の仕方 えー、そして、えー、全体的に源氏のことを書きながら、えー、一方で源氏の姿勢を突き放している作者紫式部の字の文これが非常に魅力的なものなんですねでそこら辺を講座の中で語らせていただいておりますさて本講座は、えー、月に1回程度これからも開催していきますそして希望があれば皆様の近くの公民館 とかまあ聴解会館でもいいですがあのまあ,あのいろんな仲間の集いでもいいですが出張講座をいたしますで他のテーマでの講座も私リアルとかオンラインで様々実施していますのでぜひご参考にくださいそれから同様にこういう情報発信は 小説、アニメ、漫画、まあ、当然、私の,あの基本線はあの市議会議員ですので、市政報告も実はオンラインでやらせていただいているんですが、プラスアルファでここら辺の論も今後やっていこうと考えています。どのようなオンライン講座がご希望か、ぜひお聞かせいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。